would you look at that? I said, my friend, what you looking at? I think she is something for me. Excuse me, miss, it's my first time here. Maybe you could show me out of here. I think she got something in thee. So please forgive my rudeness if I'm tripping over your time. But you look so amazing. And we forgot something. Every good thing comes to an end. At least it always happened to me. I'm telling you this now. You don't need to worry, 'cause I got this all down. And we'll get on together. And we どんどん日が暮れ、リーチフォーザスターズの時間が近づいてきました。この角度から見るのは初めてなので、どんな風に見えるのかものすごく楽しみです。この場所はシンデレラ城からも近いので、おそらく大迫力のリーチフォーザスターズを見ることができるかと思います。そしてシンデレラ城の下にある水、こちらの水面の反射、ここも絶対に綺麗だと思います。果たしてどんな風に見えるのでしょうか。Thank you.
ビーチフォーザスターズを鑑賞し終わりました。初めてこの角度から見て思ったことは、シンデレラ城の側面にも意外とプロジェクションマッピングが行われているということです。ただ側面にはキャラクターはほとんど投影されず、風景の一部だったりとか、そんな感じの投影になっているので、一度見たことがあったりしてストーリーを知っていれば横からでもかなり楽しむことができるのですが、やはりキャラクター等が少し見にくいので、初めて見る方には少しおすすめできない場所かなと思います。初めて見る場合は絶対に正面がいいので、ぜひシンデレラ城の正面で鑑賞場所を確保してください。ウエスタンランドに入ってきました。ウエスタンランドではこの後始まる東京ディズニーランドエレクトリカルパレードドリームライツを待つ方でいっぱいになっています。そんな中やってきたのはハングリーベアレストラン。パレード直前の空いている時間を狙ってみたいと思います。空いている時間をと思ったのですが、全然空いてなく、待ち時間は30から45分でした。お店に並ぶのは諦めてモバイルオーダーを取りました。時間がまだ少し先なので、モバイルオーダーの時間を迎えるまでパークを散策して待ちたいと思います。本日はザ・ヴィランズ・ハロウィン・イントゥ・ザ・フレンジーの待ち時間が予想以上に早く、予定がかなり狂ってしまい、ここまでアトラクションに何一つ乗らずに来ました。モバイルオーダーまでの時間はまだ少しあるので、ここでアトラクションを楽しみたいと思います。やってきたのはカリブの海賊。前回東京ディズニーランドに来た際はシステム調整のため乗ることができなかったので、なんだかんだ久しぶりに乗ります。
shut her wrong, it will go when I'm after it. I'm hiding thunder with that scoundrel Carol Johnson. Can't you reach any further, you stubweed Bill Trent? I just don't go on, Red. Don't scare you, dearie. Come on, have a nice go, hey? That's a good word. Come on. Getting away? Some miscreant might be tempted to steal it, hey? Maroon and embezzle and even hijack. Drink up for me, hard as your own. Hijack. Watch your step, please. おい、てめえたち、足元には気をつけろ。カリブの海賊に乗り終わりました。そろそろモバイルオーダーの時間となるので、再びウエスタンランドへと向かいたいと思います。ウエスタンランドに入るとちょうど東京ディズニーランドエレクトリカルパレードドリームライツが開催されていて、歩きながらですがパレードを見ることができました。モバイルオーダーの時間を迎え、ハングリーベアレストランへとやってきました。待ち時間は未だに長く、30から45分待ちでした。店内の空席状況を見てみても、なかなかの混み具合です。ありがとうございます。
ングリービアレストランで今回注文したのはポークカツカレーとチーズ。ハングリービアレストランに来たら毎回このセットを頼んでいるのですが、熱々のルーの中にチーズを入れて溶かして食べる、これが本当に美味しいんです。そして何といっても衣がサクサクのこちらのカツ、カツとセットになっていて、このボリュームでこの値段っていうのも魅力的な一つかと思います。特にこれからはハロウィンが終わってクリスマスに向かうにつれて気温もどんどん下がってきます。これまでは夏といったらカレーといった感じでしたけれども、これから気温が下がってきた際には体を温めるにはカレー、つまり一年中カレーということになるんですけれども、いつ食べても本当に美味しいのがカレーだと思います。その証拠にいつも人気のハングリーベアレストラン、東京ディズニーランドの中を見てみると、ハロウィーンだったりとか、これから始まるクリスマスだったり、季節限定のスペシャルメニューを取り扱っているレストラン数多くあると思うんですが、ハングリーベアレストランでは特別スペシャルメニューなどは登場しないにもかかわらず、いつも大人気です。そんなみんな大好きなカレーを食べることができるのがハングリーベアレストラン。ぜひ東京ディズニーランドに行った際はレストランの候補の一つに入れてみてはいかがでしょうか。ハングリーベアレストランでディナーを終え外に出てみると、ちょうどリーチフォーザスターズの2公演目が行われていました。シンデレラ城の方を見てみるとサーチライトだったりパイロが上がっています。リーチフォーザスターズが行われている間、アトラクションの待ち時間は少し短くなると思うので、ここで昼間待ち時間が長くて乗れなかったホーンテッドマンションへ向かいたいと思います。昼間待ち時間が100分を超えていたホーンテッドマンション、この時間になると待ち時間は25分まで短くなっていました。ただいまよりお並びいただきますと、本日ご利用いただける最後のアトラクションとなります。お時間十分にご注意ください。待ち時間が短く今すぐ乗りに行きたいのですが、ここでアトラクションに入るのを少し躊躇しています。そのわけはこの後始まる花火、ナイトハイハロウィンがあるからです。皆様にお知らせします。まもなくハロウィンの怪しな魅惑的な音楽に乗せて夜空を彩る華麗な花火、ナイトハイハロウィンが始まります。今回はナイトハイハロウィンを見るのではなくアトラクションを楽しもうと思うのですが、せっかくならホーンテッドマンションに並んでる間旧エリアから花火を見てみたいと思います。終了いたします。本日の場所まもなく本日のご案内終了いたします。ナイトハイハロウィンまであと5分というところで、本日のホーンテッドマンションの案内が終わりを迎えそうだったので、ここで旧エリアに入ります。果たして旧エリアから花火を見ることができるのでしょうか。
リメイクもいい。だとたさんたさんプラあの前の方の全員がみんな前で出しました。こんにちは、こちらまでとなりますので私を持っていきます。これとかも大丈夫ですか？そんな時ジャックが目にしたのはクリスマスタウンの暖かい明かり。すっかりクリスマスに心を奪われたジャック・スケルトンはサンディ・クローズになることを決心したのです。子供たちもやがて悪夢にうなされThank you.
忘れたかも。さあ足元に気をつけて。ホンテッドマンションに無事に乗り終わりました。ホンテッドマンションに乗り終わると時刻は21時16分。パークは閉園時刻を迎えています。このままエントランスへ向かいたいと思います。そして今回なんとホンテッドマンション本日最後のゲストになることができました。最後になったからといって特別何かあるわけではないのですが、大好きなアトラクションを最後の一人で体験することができたのはちょっと特別感があってすごく嬉しい瞬間でした。昼間あんなに混んでいたパークもこの時間になるとかなり人は少なくなっています。すごく名残惜しいですが、最後にパークの夜景を見ながらエントランスへと向かっていきます。いよいよディズニーハロウィンも後半に差し掛かった東京ディズニーランドでの1日を見てきましたが、いかがでしたでしょうか。イベントの前半と比べて後半ではかなりの混雑が目立っていました。アトラクションの待ち時間以上にやはり継続して混雑が目立つのがレストラン。ピークの時間をずらしたりモバイルオーダーをうまく活用することで時間を効率よく過ごせるかなと思います。そして何よりも驚いたのはやはりパレード、ザ・ヴィランズ・ハロウィン・イントゥ・ザ・フレンジーの人気です。もともと本日は鑑賞場所の確保にそこまで時間を使う予定ではなかったのですが、思いのほか集まるのが早くて結局長時間パレードを待つ結果となりました。おかげでいい場所から見ることはできましたが、やはり見るためにはディズニープレミアアクセスの購入が一番かなと思います。ザ・ヴィランズ・ハロウィン・イントゥ・ザ・フレンジーのディズニープレミアアクセス売り切れるのも早いので、少し早めに行って購入することをお勧めします。そして10月31日でクローズを迎えるバズ・ライトイヤーのアストロブラスター、こちらのプライオリティパスも終了時刻は早くなっています。朝終了してしまうものが多いディズニーハロウィンなので、朝パークに行ったら取得し忘れがないように狙っている方はご注意ください。この動画が皆様のパークで過ごす時間の何かしらの参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。